どうも、吉谷さん。まあね、すべての人は相対関係にあり、絶対的に関係にあらずなんでしょうね。というのがね、まあ、堀江貴文さんの、その講演会で質問をするときに、やっぱり、格上、格下ってのがあるんですよね。あまり、これは言葉にするのはすごくね、勇気がいることなんですけども、対等の関係って存在しないんですよね。対等の関係が存在するとしたら、本当に奇跡のようにですね、お互いの長所を認め合ってる時ぐらいなんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、講演会に参加した吉谷さん、その他の人は、堀江さんの講演会に、まあ、意味があると思って参加するわけですよね。つまり、敬意を持って尊重してるわけなんですよ。全部じゃないにしても。でもまあ、イーロン・マスクさんやね、孫正義さん、確かに、講演会があることすら知らないでしょうね。堀江貴文さんに興味すらないかもしれないです。まあこれが相対的な、まあ感覚なんでしょうかね。イーロン・マスクさんも、孫正義さんも、敬意を捧げる人がいたりとか、この人の話は聞いた方がいいかなと思ってる人は確実にいるでしょうけども、まあ極東の島国、日本の、堀江貴文さんには、関心を示さないかな。でも逆にですね、会場にいたら面白いですよね。会場にイーロン・マスクがいて、クエスチョンとか言ってね、質問で、なんか生きる意味は何ですかとか聞いたらね、堀井さん、それ意味あるんですか意味あるんですか意味あるんですか聞きますかね、ペンパチパチさせながら。多分、そんなことにならないでしょうね。つまりは相対的関係が働いてるってことなんですよ。まあなんかね、そのサービスの話されてましたけども、まさにそうで、私たちがスケール好きっていうのは、私もね、確かね、ヒルズ塾の時に聞いたんですけども、まあ同じネットビジネスで勝負してる時に、まあ当時のヒルズ族も、ヒルズ族に入門する私たちも、同じマーケットで勝負するけども、じゃあ、ヒルズ族がいるのになんでね、その小型みたいな我々が講師ができるのかっていうからくり聞いたことがあるんですけども、いや確かにね、実力で言ったらいろんな意味で上と下はあるかもしれないけども、でも、むちゃくちゃ有名人に細かいサポートをお願いしようと思ってお客さんがね、期待できますかって言ったらそうじゃないですよね。だから、ヒルズ塾に入るのも30万。地方の速化塾に入るのも、まあ、30万。まあ、当時は20万ぐらいだったんですけども。だとしてね。じゃあみんながみんな、六本木ヒルズ選ぶんですか?そうではないですよね。じゃあ近くにいる人に細かいサポートを期待して、っていうのもあるかもしれない。つまり、お客さんはどこを見るかなんですよね。どこに自分のメリットを感じるか、期待を感じるかってとこだと思うんですよ。とりあえず、初心者のレベルを出したい。とりあえずは、第一歩を踏み出したいって方は、いきなりね、高いレベルのところを求めるんじゃなくて、目の前にある人にお願いするんじゃないかなと思うんですよ。まあ、まさに私がね、速化塾をやる上での、その最初の勇気っていうのはその辺にあったんじゃないかなと思います。まあ、つまり、自分にしかお手伝いできない人、サポートできない人は必ずいるんですよね。こういう言葉もあります。世の中にはあなたでないと救えない人が必ず一人はいるんだと。その一人をまず見つけに行こうってことなんですよね。確かになと思いました。で、当時ネットビジネスアフィリエイトを中心とした情報発信ネットビジネス塾、価格はそんなに違わないのに私のところにも生徒がどんどん来てくれたのはきっと近くにいるからなんでしょうね。直接行けるからっていうところなんでしょうね。まあそういったところがあるんじゃないかなと思います。で、今回 FX のね、コンテンツ出してますけども、まあこの時期にね、FX のコンテンツを、リリースしてる人がそんなにたくさんいるかって言ったら、まあぶっちゃけあんまりいないと思うんですよ。プロダクトローンチの時期も終わりましたしね。なんか動画を見ていても、はい、コミュニティのセールスですみたいなのあんまりないと思うんですよ。で、こう、まあ素人というかね、
有名人でもない人の再生数も何万回も何十万回もあるようなね、有名人がその FX に限らず何らかのコミュニティのセールスをしてるってのもあんまりないと思うんですよね。一時みたいになんかローンチ のメルマガの登録お願いしますみたいなね、来ないですからね、ASP からの連絡もね、全然なくなりましたね、メルマガのなんかああいうリストマーケティングっていうのはね、ですんで自分で情報発信して自分で囲ったファンの方にメッセージをお伝えするってことになるわけなんですけども、じゃあね、FX の、コミュニティとか塾とかね、与沢翼さんももう募集はしてないわけですよ。でこの時期に、私がこうやって、同時に発売してる人がいないっていうのもあるかもしれませんけど、あったとして、じゃあ私への注文がゼロになるからって言ったら、ゼロにはなんないんでしょうね、きっとね。いや、それは今まで私が FX をはじめとして他の情報発信どのぐらいしてたかっていうと、ことと、サポートがどのぐらいのスピードと量できたかっていうことを考えたら、やっぱりこう、サポートの手厚さっていうところに関して、サポートが期待通りにいただけなかった方は、私のところを選んでくれるんだろうなと思うんですよね。確かに教えることってのはあんまり変わんないですからね。FX にしても、情報発信にしても、やることは同じなんですよね。誰の口から聞いても、本当に結果を出させることができるんだったら、やることって一緒なんですよね。だから誰から教わりたいか、誰から受け取りたいかって時に、放置されるのか、ね、お金払ったらいきなりなんか他人みたいになっちゃうのか、それともお金を払ったらさらに一歩突っ込んで寄り添ってくれるのか、ここは今までのなんか行動を見て決めてもらえるかどうかってことになってきますけども、さすがにね、 YouTube アカウントが停止されても別のアカウントから情報発信しつこくしてくるみたいなね、で追っかけていってそこにチャンネル登録するみたいな信頼関係があれば、むちゃくちゃなことしない限りは、ちゃんと誠実にタイミングよくセールスをすれば、結果は出るんだろうなと思いますよね。だから吉田さんがいつかね、売り上げが全然取れなかったっていう時があって、やべえと思ってプロモーション組み直したと思うんですけども、その売り上げが取れなかった、そんな時でも再生数はね、回ってたと思うんですよ。で、再生数が回ってる以上、購入するかもしれないなっていうふうな前提で、その再生数っていうのはね、視聴者さん紡い出してくれてると思うんで、そのアプローチの角度を変えれば、やっぱり受け取っていただけるってことなんですよね。だから私は思うんですよ。再生数1あれば、あとはセールスの力なんだろうなと思います。再生数が1ならね。その人が本当に、この金銭に、心の金銭に触れるような、その人のなんか不安に寄り添えるような発信ができれば、これだっていうふうに思っていただけるんでしょうね。同じ商品を売るにしても、いや、そういうんじゃないんだけどな、こういうんじゃないんだけどな、これでも違うんだよ。あ、そうそうそう、こういうことなんだよ。ありがとうみたいな感じになるんでしょうね。だからやっぱりこう、商品を作るのは大事。集客するのも大事。でも、販売のやり方っていうのも大事なんでしょうね。はい。ということで、販売の半で、今回お届けしてみました。半課長か。